座標やリュウゼツランなどの南国特有の植物が繁茂している。かつては南シナ海から遠く南洋方面にまで乗り出したという栗船。顔は住民の心の仕事、信仰の何よりの彫刻である。息を引き詰めた路面、両側に築かれた石垣、最彫刻口にあたる琉球の道は石で舗装され、独特の美しい面影を残している。神秘な歴史を秘めた城跡の静けさ、琉球の名橋マダン橋、天平の昔を思わせる赤い瓦の建物、古くは海外諸国との交通貿易の接続点であり、相互に影響のあったこの島々は、建築や彫刻、音楽、舞踊、工芸などの固有の文化が1000年にわたって栄え、その人文の跡は今も豊かに伝えられている。その神の王府首里城にある守礼門、城の正門たる関海門、そして琉球王が文武百官を引荐し盛大な式典を挙げた正殿、御殿の一部に残る美しい三層の屋根、いずれも形式は地理的に近い支那復修編の影響を受けていながら、琉球民族のゆかしい好みが強く香りを放っているのである。玉踊は歴代王宮王族の霊を祀った王陵で、今から440年前の造営である。古色を帯びた壁面と当然たる岩石の幽邃な趣は、さながら有名の国が目前に漂うの感を覚える。ここを守るかのように頑丈に立つ唐獅子の怪異な姿は、この聖地に一切の浮上を許さぬ象徴でもあろう。玉踊とは魂の住みたもう宮殿にほかならない。そこには死んだ何者も祀られていない。前世の者よりもさらにありありと生きている精霊が、その明け暮れを送る場所とも言えるのである。洞窟の石門をくぐって苔むす敷石を踏むところに両どれの栄祖陵がある。岩山の絶壁をうがって幽玄な境を現出したあたり、石を美しく用いる琉球のゆかしさを知ることができよう。琉球の坂は驚くべき芸術品である。あるものは家の形を表し、あるものは亀の甲の形を示す。この素晴らしい墳墓は精霊に対するこの地方の人々のまざまざとした信仰の表れと考えられる。全ての墳墓はその国の信仰の切実な表現である。琉球の人々はこの壮大な墓を通じて先祖の精霊たちと魂を触れ合っているのであろうか。郷土色豊かな琉球の踊りと芝居、琉球こそは歌と踊りの国である。天面たる邪気線と歌の調べ、素朴な所作事、それは琉球の長い暮らしを背負っている。人々の日常の暮らしに深く根ざしているのである。琉球に発達した独特の武道空手、身に寸鉄を帯びずとも一旦断るときは完全立って一瞬のうちに人を倒すという。これはその昔武器を持つことを許されなかった琉球の人々の抑えきれぬ魂が生んだ独特の武技である。
腕を足を体を武器に変えたその火の出るような鍛錬ぶりと素朴なそしてうつぼったる覇気は1000年の文化史を秘めて琉球は今も強く素朴に生き抜きつつある。それから親指に体重を乗せてかかとを上げる。これからここに親指を上げて親指を押さえて四つを開くというの運動ですね。この運動をこういうときはと回数を置きますね。それから今度はこれ靴がこれですね。このふくらはぎと言いますか、一番に組んだ組んだ組んだふくらはぎですね。これをこっちに、これをこっちに入れる。これを2つ。その両方向の、靴際の両方向、こう一緒両方向にグリをして、この時ここと、ここと頭に、それから、この足を回す。後ろと回す。両方。右左と回す。もちろんこれも、こういう姿勢と思うんだが、こっちに軽く伸ばして、軽く伸ばしてこうやって。これは先生にしたらいいと思う。伸ばして追い込みですね。もう膝から下の運動はこのぐらいですね。ね。そこはこれ。使って、こう。引き落とす。まっすぐまっすぐ行ってますよ。じゃあ、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 
り心臓から遠いところやってもいいと思うから、やっぱり次は順序としては首の運動をするんです。選手は1時間前に2秒3秒これまっすぐ動かして1、2、3、4、1、2、3、人形ポリゴンが1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、これは向こう見る、左を見る、これまっすぐ、この右を見る、ゆっくり回す。首の場運動に注意しないためにはですね、ゆっくり回すんですね。他のガイアテンションにも多いんですが、非常にゆっくり、1、2、3、4、5、6、7、8、8、5、これですね、これを若い子とこう回したりすると、良くないといいです、ね。それからね、ジェイ選手にすごい今までしたが、左に曲げるときは右肩を引っ張ることですね。左肩を引っ張る。こうやってしようと、ね。曲げると反対の肩を引くわけですよ。ちょっとここに力が入ってきます。もう一回もって、コッピシャンに、また、これするでしょ。またコッピシャン、肘、これを上げると思うよさ、こうですね。やるならば、ここは非常に小さい。肩を、
参勤の目的は3つに絞られると思います。気、速、体、3つを気をつければ参勤の目的は達成です。気というのは目には見えないんですけども、心の中から発するこの気迫といいますか、こう思いをこうぶつけるこの目をこう野獣のようにこう光らす、この気迫ですね。 それが気といいます。速はこうこの規則のドンと吐いたり吸ったりするこの強弱の出し方ですね。体はこの もちろん体は体のことです。この体を固めたりこう柔らかくしたりするこの姿勢の取り方ですね。三鎮の呼吸法には4つの吸い方がありますので、その4つの吸い方を説明したいと思います。長く吸って長く吐く、長く吸って短く吐く、短く吸って長く吐く、短く吸って短く吐く、この4つが基本になります。よい、まず最初に触ったこの膝ですが、膝はちゃんと閉まっているかどうかを確認するためです。お尻を触ったのは丹田が閉まっているかどうかになります。で、お腹も胴回りがちゃんと閉まっているか、体が落ちているかの確認になります。始め。剣と拳を、右手の拳はちゃんと脇が締まって力が横に入っているかどうかを確認するためですね。これ左手なのか、左を引いてみて、引いたのをそのままかけて、ここの説明の部分はこう肘が締まっているかどうかを確認するためです。それとここの押すときに重要なのは、これは体がちゃんと下に落ちるかどうかで押すことができます。もう一回、これを体が下に落ちないと前に引けません。前に押すことができません。それはなぜかというと、これ引きますね。体を落とさないで引いた場合は、自分が後ろに、自分の力で後ろに通してみて、自分が後ろに下がるでしょ。そのためには自分の膝を締めて体を落として、そうすると脇を締めながらすると前に押せる。その確認のためのこのチェックであります。部分の説明はですね、ここの部分の説明は、あるいは膝がちゃんと締まっているかどうか、丹田が締まっているかどうか、これが出ているかどうかを確認するために叩いています。これが三鎮立ちがきれいになってないと下に砕けてしまいます。その意味での確認でやっています。最後に平行剣で首の後ろに剣を当てているのは、顎がちゃんと締まっているかどうかを確認するためのものです。最後の締めの呼吸は、最初に吐き出すこの呼吸は100吐きとしますと、2回目50ですね、3回目はまたその半分25
その半分またその半分と徐々にこの呼吸を落としていきます。なぜかといえばそれは呼吸の調整を図るためです。やめ、
実際に位置は、五十空手の初心者向けの基本の型です。宮城長仁先生が作られたものであります。基本の型ですから、まずは姿勢ですね。姿勢をいつもビシッとまっすぐする。それから基本の立ち方、三鎮立ち。これは五十の全ての方に共通ですけど、基本の立ち方はもう三鎮立ちです。これを徹底してやる。突き蹴り、あと基本の受けである上段、中段、下段の受けが、きっちりマスターする。ちょっと立ち方としては四股立ち、前屈立ちも入ってるんで、まあ、これが全ての初心者受けですけど、基本的に、きっちりできないともう後ができないという方です。内に絞って外に出すと。で、中段受けの場合も一緒です。これ絞って出すと。まあ、それが基本です、ね。はい。右突きですけど、左の引き手が大事できちっと先に引く。足は、きちっと絞って、右足を斜めにして、腰を落として三鎮立ちと。これは基本の立ち方です。はい。四股立ちになって、そのまま左を向いて下段まで。これはもう、これも姿勢はまっすぐ、もうあって、ちゃんと腰を落として。はい。はい。これは中段受けですけど、まあ、この前までは、早く力強くと、一つ一つの技をするんですけど、まあ、この中段受けと次の受けは、ゆっくりですね。で、この中段受けは五十独特で、ただ横に払うんではなくて、丸くやるのが五十独特のやり方です。これもきちっと肘を絞る。で、三鎮立ち。はい。三鎮立ちから前蹴り、まあ、これ高く蹴る必要力、力強く水落ちぐらいを蹴る。その後、肘上げ、裏打ちですね。で、下段払い、突き取る。まあ、連続技ではありますけど、ただいたずらに配置するというのではなくて、一つ一つ力強く決めると。で、前屈立ちもきれいにこういうふうにしっかり落とすと。これが大事です。背筋はきちっと伸ばす。はい。はい、止める。これもただ手刀打つだけではなくて、後ろに向いた瞬間に足払いをして、そのまま手刀打ちと。これもきちっと背中を合わせて。はい。
つけるべきですね。足払いをした後、そのまま平行立ちで、そのまま手刀で突くということですね。で、その次の受け方の方から、撃裁には違っています。この部分が撃裁と違って、握っての中段受けではなくて、掛け受け、それを1回ではなくて、ここは素早くやる。1回受けた後、撃裁っちゃうことで終わるんですけど、撃裁右は一旦受けて、2回は素早く返す。これ素早くやるんですけども、ただ、体は上下しない。そのまま平行に前に行って後ろに下がる。これは左側に引いて、立ち方は猫足立ち、きっと腰を起こして、で足を前にしてつま先で立てると。で膝は内に入れて急所を守る。これだと攻められないところで、これも合流独特ですけど、受けと一緒に攻撃が入っている。両手、小手、突きですね。そのまま受けてすぐ両手で攻撃する。はい。これを右側に平行移動して、これは体は、上下しない。そのまますっと移動するということですね。でこれで、決めた後、正面に向いて、はい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 、正面に向いて。